こんにちは、お肉です。もうね、また大速報が来ましたということで、なんと NiziU のツイッターから読みますね。ついに NiziU のメンバーカラー&オフィシャルメンバーカラーが決定。メンバーとともにこれから NiziU の応援よろしくお願いしますということで、ついにメンバーのカラーが決まりました。そして私のね、正直な感想をお話ししたいなっていうふうに今回思います。そして今回ね、メイキューハッピーとかフィッツの箱だったりとか、もうそういうのともう全然違ったので、そこに関しては本当に申し訳ありませんでした。すいません。あそこまでね、使ったら正直そうなのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、全然違って、ちょっと感想とかね、いろいろあるんで正直に言いたいと思います。普段は NiziU の情報や感想や考察などお話ししていますので、チャンネル登録と早い情報が知りたい方は通知を取っていただけると嬉しいです。そして Twitter と Instagram のフォローも概要欄からお願いします。ということでね、早速カラーからね、見ていきたいと思います。まず NiziU のオフィシャルカラーなんですけど、これはもう完全に虹ですね。赤、オレンジ、黄色、緑、青、紺、紫みたいな感じですね。の7色でオフィシャルカラーが虹色。まあこれはね、ぴったりだなっていうふうに思うし、まあ NiziU っていうところから1色だとね、やっぱ難しいなっていうふうには思いますし、今までね、2色カラーしたところもあってあったんじゃないかな。ちょっと一回調べますね。はい、ありましたね。今までセブンティーンがこんな感じで、ローズクォーツ、ピンクとセレニティっていうこのブルーのね、2色展開になってるので、もうね、この2つがなんか混ざり合って綺麗な色になったりもするんですよ。なのでこういう感じで NiziU もやっぱ虹のようにもう7色展開でいくんだなっていう風に思ったので、なんかほとんどね、日常で使うほぼの色がメンバーカラーになるんだなっていう風に感じました。そしてね、やっぱりね、メンバーじゃないですか。で、メンバーカラーの印象とか、まあそういうものだったりイメージもね、含めてちょっとお話ししていきたいなっていう風に思います。まずまこちゃんがね、オレンジですね。こちらは結構ぴったりだなっていう印象で、赤っていうね、イメージもあるんですけど、でも赤はね、やっぱ他のメンバーも確かに似合うなって思う子がいるので、うん、オレンジすごくぴったりだなっていう風に思って、私もね、すごくオレンジ好きで、これから元気でなんか弾ける魅力のね、まこちゃんっぽいイメージがあります。はい。そしてリオちゃんが、これ水色かな、水色っぽい色なんですけど、リオちゃんもね、すごくぴったりだと思いますね。なんかあの迷宮ハッピーの時の色だとちょっとグレーっぽい感じになってたので、まあそれはそれでおしゃれかなって思ったんですけど、このやっぱ水色みたいな公式カラーで、なんかやっぱペンライトのね、色が変えれる色っていうのが私的にいいなっていう風に思いますので、こちらの水色良かったんじゃないかなっていう風に思います。そして3つ目のね、まやちゃんなんですけど、まやちゃんの紫ぴったりすぎません？ちょっとね、あやかちゃんだと思ってたんですけど、紫ってなんかちょっと大人っぽいイメージがあるじゃないですか。なのですごいこの紫ぴったりだなっていう風に私は感じました。はい。そしてりくちゃんが黄色なんですけど、りくちゃんもめちゃくちゃ似合ってる。なんか元気で、まあ、黄緑かなとも思ったんですけど、全然黄緑も黄色もどっちもなんか元気で明るいりくちゃんのイメージにぴったりだなっていう風に私は感じます。そしてあやかちゃんが白ですね。もうこれね、ぴったりすぎる。ちょっとイメージとぴったりすぎてね、もうさすがの脱帽の脱帽すぎて、これ自分で決めたのかメンバーがそれぞれ決めたのかわかんないんですけど、かなりイメージに近い、今まで全部ねイメージに近いなっていうカラーが続いてるなっていう風に感じます。そしてまゆかちゃんがね、これだけちょっとわからなかったんですけど、ちょっとツイッターの方でね、聞かせてもらったらシアン色っていう色っぽくって、まあエメラルドグリーンっぽい、そんな感じの色ですね。私がね、好きなシャイニーのね、メンバーカラーでもあるんですよ、こういう色。なのでね、私この色すごく好きなので、まあ、色で言うとなんか青っぽくもあるけど、なんか緑っぽくもあって、まあ、まゆかちゃんに関しては前に言っていた黄緑っぽい感じに一番近いかなっていう風に感じました。で、まゆかちゃんは結構紫のイメージもあったと思うんですけど、それはね、ただの髪の色なので、まあイメージはあるにしても、多分これからまゆかちゃん長い活動してって、いろんな色に髪型変えていくと思うので、まあ髪の色ではないだろうなっていうのは正直思ってました。はい。で、りまちゃんが赤なんですけど、りまちゃんって赤似合うんですよ。なんか美しくて、なんかこのババってはっきりした色っていうの、この赤がすごい似合ってるなっていう風に思うので、まあでも普通の赤よりちょっと深い色な感じがしますね。そうですね、深っぽい感じの色で、なんかすごい綺麗な感じなので、すごいリマちゃんの元気なイメージと綺麗なイメージにすごくぴったりな赤だと思います。なんか赤いドレス着てほしい、はい、イメージ。で、ミーヒちゃんのピンクなんですけど、いやもう似合いすぎてやばい。ミーヒちゃん水色かなみたいな予想あったんですけど、いや全然ピンクですよね。まあイメージで言ったらそれはピンクですよね。そうですよね。なのでこれに関してはめちゃ
ちゃくちゃね、もうピンクですよねっていう感じです。はい。そしてニナちゃんが青なんですけど、ニナちゃんはなんかその今髪が青じゃないですか。なのでめちゃくちゃその青ってイメージ今ねぴったりだと思うし、これからもワンワンのイメージは多分ね青で全然合うかなって思いますので、こちらもふさわしいんじゃないでしょうかということで、カラーについてね私すごくいいと思っていて、これからすごく大事なものになると思うんですけど、私ねもちろんね全員好きなんですけど、やっぱマヤちゃん推してるので紫のもの集めようかなとかそういうの思ったりできるのが楽しいと思うし、なんかこういう風にねパッて出してもらえることによって、今まで結構その憶測だったりとか何色っていうのがはっきり分かっていなかったので、なんかこのウィジューとしてもね何色なんだろうっていうのは感じてたと思うんですけど、こうやってね公式から出していただいたっていうのはありがたいなっていう風に思います。はい。で、まあ、似合う似合わないに関しては私全員似合っているかなっていう風に思いましたので、こちらもね問題ないと思います。はい。でもう一つね、なんで今ってならないですか。私はねなったんですよ。だってこのタイミングで公式カラーが決まるって、セカンドシングルの活動とも正直関係ないっちゃ関係ないし、今のタイミングで出してくるにはね理由があると思うんですね。でこれもね私考えました。もう最近ね考察多すぎてあれなんですけど、やっぱり全てには意味があると思ってるし、こうやって JYP がやっぱり出すっていう感じのことはやっぱりすごくすごくすごくタイミングとかも考えられていると思うので、私も考えてみたんですけど、一つ目が NiziU のカラーを使ったグッズが出る、そして二つ目が NiziU のライブが近いんじゃないかなっていうふうに思います。まず一つ目のなんかそのグッズとかについてなんですけど、そのグッズとかに関してはやっぱそのメンバーカラーが先に出た方が NiziU もイメージしやすいかなっていうふうに思うので、やっぱそういう感じで先にメンバーカラーを決めとくっていうのは、グッズ、その NiziU だったりとか、これからいろんな個人のグッズも出てくるかなって思うんですけど、こうやってメンバーの色が決まることによって、まあ縁取りだったりとかいろんなものに、ね、カラーがつくのがすごくいいんじゃないかなっていうふうに思って、こういうのがね多いと私たち自身もやっぱその推しカラーにね染まってくんだなっていうのが分かってすごく楽しみだなっていう風に思いますし、ライブなんですけどやっぱり私これが近いんじゃないかなっていう予想なんですよ。でなんでかっていうと、やっぱライブってメンバーカラーが必須だなっていう風に思ってて、もちろん今まで私が行ってきたライブでメンバーカラーじゃなくてグループカラーのサイリウムっていうかそのペンライトを使うところもあったんですよ。一色になってすごい綺麗だったりとかそういうのもあると思うんですけど、それぞれのね皆さんの推しのメンバーカラーのライトを振ることによってなんかすごい楽しめるかなっていう風に思うので、私はこのメンバーカラーが決まっていくっていうことはこれからねライブが近いんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。こんな感じで、ね、予想してきたんですけど、まあ当たってるかわかんないです。でもこの時期にカラー発表ってことはね何か意味があるんじゃないかなっていう風にはね思いますので、皆さんもメンバーカラーのねこのそれぞれのその印象だったりとか、あとこのメンバーカラーがねこのタイミングで出た意味などをね考えて、まあ同じだったら同じって言ってくださってもすごく嬉しいですし、いやいやまだ他にあるよって思われるんだったら理由とかも私に教えてくださると嬉しいなっていう風に思いますので、コメントしてみてください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それではバイバイ。はい。もうね今日正直ね何も出ないんじゃないかって踏んでしまいすぎていたので、もういちいちこの服装プラスお風呂もお昼ぐらいに入って、今実はねファンデーションしてないんですよ。ラインとかね眉毛とか描いてるんですけど、もうファンデーションしてなくって、もうね急いで、とりあえず急ぐことがね私の中で大優先なので、正直ちょっとねテカテカしてるのもこの化粧水を塗ったままなんですよ。なのでやっぱね一番に情報を伝えたいので、もうこれから頑張ってメイクして待ってようかなっていう風に正直思いました。やっぱねこのセカンドシングルの発売が近くなるとこれからどんどん情報も出ていくと思うので、私のこんなねみすぼらしい姿ばっか見せててもしょうがないので、皆さんに情報をお伝えできてプラスね皆さんの目を汚さないような感じでちょっと頑張ってねこれからも撮っていきたいと思いますので、お付き合いくださると嬉しいですし、正直ねメンバーカラーってもうすごくね私の中で嬉しくって、メンバーがね決めてるところとかの動画とかでもよかったらなんか見たいなっていう風に思ったんですけど、まあ、こういう風にねちゃんとこう説明してくださるのですごく嬉しいなっていう風に思いました。はい。今日はねすごくもうテンションも高くてすごい嬉しいお知らせだったので、気分をよくね今日をね過ごせたなっていう風に思いました。はい。そんな感じです。